おはようございます。2月26日朝6時41分の相場解説になります。今日お見せしているのはソーサートップですよね。まあ、最近の話題で、ついにね、私もこのソーサートップを攻略しましたというね、動画が昨日まで撮れたんですけども、本当に気持ちいいですね。このソーサートップってのはずっとね、知ってたんですよ。なんかソーサートップ変わってるでしょ。フライングソーサーって宇宙人みたいなね、 UFO みたいな呼び名なんですよね。で、ラウンドトップとも言うらしいんですけども、これ見てください。今回はですね、ソーサートップの中でも、こういう風なね、フライパンみたいな形をしてるよっていうのが、ここで書かれていますね。フライパンっていうのはどういうことかっていうと、こういう風にね、なんですか、フライパンはほら、かぶせたような形ですよね。こう持つところがあって。まさに、フライパンの形に似てますよね、これ。これがね。で、ハンドルっていうところが持つところですよね。フライパン。はい、まあ、こういうのも意識しながら、ソーサートップの後っていうのはどういう風になるのかなっていうのをね、見ていけばいいと思うんですよ。まさにこれが逆になることもありますからね。ドル円立場を変えれば逆なんで、1個の理論を覚えたら常にそれが反対側もあるんで、同時に2個覚えることになるんですね。まあ、そういう風に考えていくと、ものすごく相場が見やすくなります。で、ソーサートップをね、常に意識しているわけなんですよ。私はダブルトップとか、3ゾーンとかね。だからもう本当に早い段階でこういうふうにぐーっと上昇してきたなと思ったら、それだけ見るんじゃなくて、あ、これでダブルトップじゃないかなとかね、それから3ゾーンができるんじゃないかなとかすぐ思うんですよ、私の場合は。もしくはこれが小刻みにこういうふうに上がっていったら、あ、もしかしたら今回みたいにね、操作トップがこの後できるんじゃないかなとか考えていくんですよね。まあ、こういうふうに何でも先回り先回りで、この形ができるんじゃないか、あの形ができるんじゃないかなっていうのをやっぱね、感づいていかないんで、それは相場解説なんですよ。相場予測なんですよ。だから、基本的にはいろんな形をね、知っておかないと、理論理屈を知っておかないと、覚えておかないと、この、チャートを見ても意味がないんですよね。上がるかな、下がるかな、宝くじになっちゃうんで。まあ、だから、私はこの、基本形をね、いかにいくつ覚えてるかっていうところで、発想が出るんではないかなと思います。ちょっと長くなりましたね。すいません。それでは、デイリーの方から見ていきましょうか。ね、今日もコールダックちゃんが迎えてくれます。デイリーの方なんですけども、注目はここですよね。で、ここが力点になってまして、ゾーンがこういう風に引けます。ですんで、ズバーッと上に上がったけども、また戻ってきたんですよね。で、こっからの私の予想ですけども、主戦場が今囲ってるところになると思います。このゾーンっていうのは変わらずに強固に、これ以上ね、下に行かせないように作用してると思います。もちろんこれを突き破って下に行くところもありますけども、この移動平均線見てください。緩やかにほら、なみ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 打ちながら、こういう風な、これはね、移動平均線のトレンドラインですよ。こういう風になってるでしょ。だからこれからも、どちらかというと、右肩上がり傾向で間違いないかなと。もちろん右肩上がりじゃなくて、急に下がり出したら、ああ、じゃあ、ここがきっかけになって、別の形になるんだなっていうふうに思えばいいだけなんですよ。だから一喜一憂するんじゃなくて、もしね、うまくいかなかったら、じゃあ次の展開はこっちに行くだろうっていうふうに考えていけば、失敗の資産になっていくんですよ。では、4時間見ていきましょうか。はい、4時間はこんな感じで、ソーサートップができてますね。1時間で見たらもっとはっきりわかりやすいですけども、ソーサートップに小さいソーサートップがここにあるって感じですよね。で、もう一つ考える点があります。振り返っていく点があります。もう忘れちゃダメですよ。N なんですよ。N がここにあったでしょ。ね。で、もう一個 N ができるかなと思ったらできなかった。で、3ゾーンもできなかった。ね。で、このまま落ちていったということになります。そして、ここね。109円775っていうね。この赤いのを私が以前引きましたけども、ここに戻ってきたということですよ。ね、すごいでしょ、これ。この赤いの。これがすごく重要なゾーンになってたんですね。では、1時間を見ていきます。はい、1時間は先ほどの N がここにあって、で、それを込みで、ソーサートップが、こういう風にできているということですね。で、ここの積み足がなんでね、できたのかわかんないんですよね。ここね。こっちのきっかけがちょっと見当たらないんですよ。もっともっと1時間足の前かな。まあちょっとここは不明ですけども、ここが一つ目のきっかけになって、ここにも力点ができたんで、これをこういう風に結ぶと、ソーサートップがここにもあるって形になったでしょ。
で、次ここを破ったら下がるよっていうところも昨日申し上げましたけども、下がっていったじゃないですか、ね、で1時間軸でいくと今はもう移動平均線ですよ。移動平均線だけ見るとこういうふうに広がりながら下がっていったということです。移動平均線ね、こういうふうに捉えていきましょう。それで100日移動平均線がこういうふうにクロスしましたよね。クロスしたんで、通常はこのね、売りの流れ、下に行く流れがもうちょっと早くなるっていうふうに考えますよ。100日移動平均線が他の短期、中期、長期の移動平均線3本を押さえるからですね、下の方に。はい、じゃあ本日の解説は以上でございます。向かう方向は売りの方だと思いますんで、売りで行っていけばいいんじゃないかなと思いますけども、瞬間的にね、今買いで入ってますからね、買いが入ってますからね、わかります？全体的には売りなんですよ。このゾーンから下が主戦場になるってことです。ただ今瞬間的に1時間はこういうふうに上げ上げになってるところなんで、もうちょっと上げてこのゾーンで跳ね返されて下に行くから、ここでエントリーすれば大きく取れるかなって、これ上級者の入り方です。中級者の方は跳ね返ったのを確認してこの辺で入ってください。で、初心者の方は跳ね返ってここの力点を超えてから入ってくださいね。よろしいですかね。で、もう一つパターン、ここを突き破って再度上に行く場合は様子を見ましょう。今回は以上です。